5本の指ではイーゴリストラビンスキーが1921年に作曲した8曲から構成されるピアノ小曲集。5つの音による8つのとても優しい曲集という副題を持つ。5本の指では子供用に書かれたピアノ曲集で右手の角、指をピアノの5つの鍵の上に置き、そこから動かさずに一学説。 または一曲全体を弾くことができるという思考を持つ。左手の伴奏も簡単になっている。右手の角、指をどこに置くかを楽譜上に記してある。優しい商品と異なり、本当に優しい曲で、表紙も曲を通して一定している。ただし後ろに行くにつれて少し複雑さが増す。音楽の上では、プルチネルラとの共通性が指摘されている。 例えば第4曲ラルゲットはシチリアーナであり、プルチネルラの2曲目と同じ様式で書かれている。リチャード・タラスキンは、第3曲アレグレットが、カマリンスカヤを、西洋音楽風に仕立てたものではないかとし、ロシアから離れて、西洋音楽側についたという意味で重要な作品と、する。ギャル種で作曲され、1921年2月18日に、完成した。 アンダンティーノ・アレグ・ロ・アレグ・レット・ラルゲット・モデラ・ートレント、ビーボ・ペザンテ演奏時間は約8分。最初の3曲が波長長、次の2曲が補短調で、この5曲のうち臨時記号は4曲目に1回出てくるだけである。強弱記号も必要最小限しかついていない。5曲目は1回右手の指の位置を変える必要がある。第6曲レントは左手が2短調。 右手が二蝶々の旋律を演奏する。第七曲はえ蝶々。第八曲は団子で、他の曲よりやや複雑になっている。左手と右手で続話音と手話音がぶつかり合う特徴を持つ。15楽器のために編曲された版が1962年に作られた。楽器編成は、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、フォルン、バイオリンに、ビオラに、 チェロに。ただし最初の4曲では、弦楽器は休み。曲順は変えられており、かなり手が入っている。例えばピアノ版の第1曲アンダンティーノの伴奏は、非常に単純だが、器楽合奏版では、ボートファゴットが、大声ボエによる旋律の範囲きなりを演奏し、後半は三声のカノンになる。アンダンティーノビバーチェレントアレグレットモデラートアラ、ブレーベテンポディマルチャラルゲットテンポディ、 タンゴストラビンスキーの承認のもと、セオドアノーマンによって編曲された2台の北用の版など、第三者によるいくつかの編曲版が存在する。ありがとうございます。